サファビジョン。今回はキングジムのポメラです。ポメラなんかですね、聞くとこによると、ポケットメモライターの略っぽいという噂なんですけど、ここにですね液晶画面がついたりして、後でお見せしますけど、ここにキーボードが内蔵されていて、キーボードによるメモ書きがどこでもできるというハードウェアなんですね。ここにボタンがあるんですね、はい、でこれを押すと、なんか動いて、あすごい、ほらすごかった今やってみますか、やってみます。ボタンをプチッと、でおおすごい面白いでしょ。すごい面白いです。これだけで面白い。面白いですか。ぜひお買い求めください。内容知らなくてももう好きになっちゃった。なんかもうこの気候が。気候がいい。内容をお知らせする前にこういう気候のものをちょっと用意しましたんで、パカッと開いて。おお。でこれ何に使うかっていうと、Bluetooth 対応の携帯とかここにカチャッと置いて、これで入力すると。すごい。そういうのがあるんですよ。欲しい。で、まあ、で携帯用だとまた他に、日本のメーカーリュードっていうところから結構たくさん出てまして、これはね、おこんなにかっこいい。これやってみたいです。やってみたいですか。バカですね。これはすごい。かっこよすぎでしょ。これすごい、これね、かっこいいでしょ。すごい。これはもう別にキーが打てなくても欲しくなるというね、うるさいからでこういうのはですね、まあこういう対応する携帯とかを使わないと何もできないと、これ単体じゃ使えないわけですね。でもですね、このポメラはですね、ここにある画面が、もうここに打ったらここに出ると、こんな感じで、出てます。でこんな風にで入力は8が使えるんで、まあ普通に。あとね、キーボードサイズなんですけど、これがフルキーボードの、まあ標準的なサイズで、これにまあまあ近いと、ちょっとやってみますか、はい、これちょっと待って、恥ずかしいじゃん何が恥ずかしいですか何打ってるかとかちょっと分かると恥ずかしくないですか。いや別に恥ずかしくないですよ、打ってください。なんか恥ずかしいこと打とうと思ったんですか。いやそんなことないですよ。なんかちょっと、なんか疑惑的な発言ですね恥ずかしいこと打とうと。いやそんなことないですけど、だからやめてよなんかこう、なんかこうね、文字が打つことよりもなんか作った文章を見られることが恥ずかしい。そうなんですか。ちょっとこの人本気ですねなんか赤く、相当赤くなあ、もう意外と普通に、僕使ったらこのバックスペースの位置がちょっと、まあこの辺細いんでね、キーがこの辺は細くなってるんで、打ちにくかったんですけど、それよりデリートの方が気になりますね。あ、変な、あのパソコンより、ノートパソコンより打ちやすい気がします。こういうのはね、昔はあったんですね。モバイルギアとかね、そういうこんな、まあこんなサイズの端末で通信もできたんですけど、パカッて開くとすぐワープロの進化系みたいな感じで、でライターの人はみんな定番で使ってたりしたんですけど、今ちょうどない、ちょうどっていうかそれ以来ずっとないですね。まあノートパソコンがあるからしょうがないなとか思ったんですけど、これが出たらやっぱ周りのライターの人とかかなり注目してて、あれすごく良くないとかっていう感じで、こんな風に見やすさ的には、モノクロのキーボードじゃ液晶なんですけど、割とコントラストが高くて背景色の表示設定を変えるんですね。でこれを背景を今白なんですけど、これを黒にすると、まあノートパソコン、昔のDOSVパソコンとかね、これを押すと、これでオフなんですけど、オフの時に自動保存してくれるんですね。だから別にセーブ操作をする必要は特に、まあファイルをいっぱい作るので、そのファイルを別に保存して新しいのを作る時はセーブというか保存するんですけど、電池で動くんですけど、これ単用アルカリ電池で連続20時間使えると。まあ、1日中ですね、1日ずっとメモを取り続けても大丈夫こんな感じ。電池、アルカリ電池が単4が2本ですね、ここに入ってますけど、これプラスここにボタン電池ですね、これが1個入ってて、これはこっちが切れた時のバックアップ用なんで、
いつも電池切れにしないようにしていればこっちはほとんど消耗しないと。なるほど。ここにマイクロ SD スロットがありまして、マイクロ SD、 あの携帯なんかに使われているメモリー、例えばここでメモ書きするとテキストファイルが保存できるんですね、ここに、うん、でこれを携帯とかに入れて、テキスト扱える携帯だったらそのメールに添付して送ればメモを送れるとか。なるほど。ここ、まあ、ここって言うほどのものじゃないですけどUSB ポートですね。パソコンにつなぐとこの内蔵メモリーとここに入れたマイクロ SD カードが、パソコンから見えるようになると。でパソコンからテキストファイルだけですけど書き込んだりとかこの中のをパソコンにコピーしたりできるんで、まあ、パソコンとも親和性が高いと、うん、で例えばですねパソコンから入れたファイルをちょっと開いてみますが、まあ、何でもいいですね。パソコンのテキストファイルを入れておけばこれがテキストファイルビュアーとして使っても編集もできると、うんうん、テキスト専用のパソコンみたいな感じですね。ただどんなテキストファイルでもいいかっていうわけじゃなくて条件があるんですよ。でそれ以上大きいファイルだと開けないんで、ある程度コンパクトなテキストファイルにしないとダメだと。F6 だと文字サイズが変わる。このぐらいまで大きくなるんで。これ優しいですね。いいですね。今の最初の文字サイズだと、うん、いやちっちゃすぎてっていうおじさんがいるかもしれないですけど、うん、このぐらいになるとまあまあいけると、うん、でおばあちゃんこれよっていう、うん、これ優しいです。おばあちゃんがキーボードを打つかどうかは分かんないんですがまあこれちょっとこれを押すだけで変わるのは、あと全体の動きもクイックなのでなかなか、なんかですね、実はですねこれ借り物なんですけど、携帯ウォッチ編集部にこれが発表された直後にあれ面白そうだからメーカーさんから借りてくださいって言ったんですよね。そのメールをやり取りしてるそば、もうその日にですね、あのキングジムから送られてきたんですよ。あのサンプルができたので使ってみてください、あなたきっと好きでしょうみたいな、大好きですけど、あのなんかすごくキングジムに見透かされた私なんですけど。そこそこ気になる品物の数々、略して粗品。スタバさん、今回の粗品は何ですか？はい、それです。これは何だと思います？バットじゃないから。これはですね、あのよく工場とかの生産現場でこうたくさん積み重ねたものが倒れないようにするためにこんなに幅の広いテープをぐるぐる巻きにして、あれストレッチフィルムっていうらしいんですけど、それの小型版があったので、これ5、600円でこのセットが買えて、この、まあ、こちらの予備も300円ぐらいで買えると思うんですけど、うん、買ってきて興味本位で買ってみたら良かったんですよ。例えばうちに崩れるようなものはないんですが、こういうものをですねこのままこう積み重ねておくと、ちょっとコーヒー取ろうとするか、うん、あら面倒くさいと。あでこういう時にこれをですねこうこれちょっと巻くのもね大変は大変というか一人でやると面倒くさいんですけど、まあ、一回こうくるっとつけちゃうと、あとはこう切っちゃうともうこれで固まるので、あで倒れないと、あ、まあ、倒れますけども、あのばらけないと。買っとくだけの積んどくっていう本ですね、あれが意外と倒れたりとかですね、 CD は買うんだけどなんかこんなになっちゃっていちいちガシャンとかなるんで、とりあえず巻いちゃうと、まあ、中綺麗だしこう箱状態で物を小間物を扱えるようになるんで意外と便利、おすすめかも。メニューとかを見るとね、機能の豊富さが分かるんでいじってみてくださいよ、あの辺で。あ、検索とかもできる。そうなんですよね、ぐちゃぐちゃのメモでも例えばなんかポメラってどっかに書いてるなっていうのはポメラで検索できたりとか、うん、あと気になるかどうか分かるんですけど、今こうちょっとガタガタするじゃないですか、こういう状況になったらですね、ガタつくなと思ったらこれを引き出すとこの押さえになる、あのこの辺で足になってるんですね。あでガタつきが少ないと、あこういう感じですね、これが足になってくれて、本当だ、こっち側はちゃんと足が元からついてるんでガタつかない。そうちょっと今気になってたんですけど、言おうか言わないか悩んでて。よかったですね、解決策が。しかもほらこっち側ってエンターがあるから、つい思いっきりこうパチンっていっちゃうじゃないですか。です、ね、でこれがちゃんと効いてくれると、あとねでも細かいところはね、こういう折りたたみだからしょうがないと思うんですけど、これこの辺がちょっとへこんでたりするんですね、木が。微妙に見づらいかもしれないんですけど、ちょっとね、でこぼこはあると。これ、11月の10日発売なんですけど、メーカー希望小売価格が27,300円。どうですか？1キュッパとかで。
でももしかしたら 27,300 円でテプラとかあのキングジムなんでメーカーがテプラとかってあの意外と安くなってるじゃないですか、実売価格が、実製価格ですかね、うん、だからもしかするととかって無責任なこと言っちゃいけないんですけど安くなるときはなるんじゃないのかなっていう気もするんで、1キュッパ路線だったらどうですかね。いや1キュッパならいいと思います。あ、そうですか。2万円でお釣りが来たらいいかも。これね意外とね最初に家って感じですけど、こうやった状態の携帯性はまあ文庫本というか本のサイズちょっと持っていただけると軽いんですよね。軽いです。だからね案外使えるんじゃないかなと、うん、パソコン持っていけばどんどんメモれるんだけど、紙に書いていくとあれこれなんて書いたんだっけなとか、あと書くのまたパソコンで打ち込んでメールするのめんどくさいなっていうなんか手間があるんですけど、こういうのが1個あるといいかも。あとね割とね学生さんにいいのかなとかっていう気もするんですよね。思いますなんか何日にレポート提出とか言ったなとかってちゃかちゃかってやるとかですね、まあ、授業のメモを取るとかですね、うん、なんかノート代わりに、うん、まあこれだけじゃ無理っていう局面あると思うんですよね。あのグラフが出たとかですね、そういう時はもうこれで書いておってこっちで紙でグラフをメモるとかですね、うんうん、まあ、使い分ければかなり効率が良くなるんじゃないかと。本当はでもこれこういうのが例えばですね9800円とかで売ってたらああもうこれ飛びつきますね。全然普通に買いますよね、うん、そしたら本当に欲しいと思う。